愛妻那覇市保健所所長の中曽根忠と申します。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。今日は市民県民の皆様にお願いが2つございます。感染防止対策の徹底と積極的なワクチン接種の検討です。少し長くなりますがご容赦ください。これは2009年に新型インフルエンザが流行した際、当時中部病院の今は亡き遠藤先生が考えた感染症対策の標語です。うつらない、うつさない、つぶさない、新型コロナが最大の流行となっている今でも通用する標語だと思います。さて、うつらないとうつさないはなんとなくお分かりいただけると思います。しかし、つぶさないとは何でしょう。医療機関のイラストがついています。そうです、つぶさないでほしいのは命を守る医療機関のことです。では、新型コロナの今回の大流行によって命を守る医療機関はどうなっているのでしょうか。私のこの両手で救える量が沖縄県全体の医療機関が受け入れることのできる入院患者数だと思ってください。新型コロナ前はこの新型コロナ以外の入院患者をこの両手で受け入れていました。新型コロナが流行してからはこの両手の中に入院患者を受け入れなければなりません。沖縄県はこの右手に新型コロナの入院患者を受け入れることにしました。そうすると新型コロナ以外の入院患者を受け入れるのは左手だけとなり、両手から比べると小さくなっていることがお分かりいただけると思います。新型コロナの流行が大きくなるたびに沖縄県は右手を大きくして左手を小さくせざるを得ませんでした。今回の過去の最大の流行である第5波でも右手をさらに大きくしたいのですが、もうこれ以上は大きくするのが難しくなっています。そうすると入院が必要な新型コロナの患者さんでも入院待ちになってしまいます。また左手も余裕がなくなっていますので、新型コロナ以外で入院が必要な方も入院待ちの状態になります。これが医療崩壊の入り口です。入院待ちでも何とか入院して適切な治療により亡くなる方を最小限にできればまだいいです。それすらもできない状態、すなわち入院待ちの間に適切な治療を受けられずに亡くなる方が続出する状態が医療崩壊そのものです。これは新型コロナ以外の病気でも同じ状況となります。さらに医療崩壊の入り口の段階でも医療崩壊の段階でも医療従事者は入院待ちの患者さんの中で優先順位をつけざるを得ません。これが医療従事者にとって最もつらい命の選択です。もちろん患者さんやご家族にとってもつらい選別です。沖縄県で新型コロナの入院調整を担っている対策本部の医療コーディネーターのお一人、佐々木先生のコメントをご紹介します。私には悲痛な叫びに聞こえます。沖縄県は医療崩壊に足を踏み入れている。守れる命がこの手のひらから目の前でポロポロこぼれ落ちている。その上、私たち医療従事者に命の選別を求められるのはつらい。このように沖縄県の命を守る医療機関は潰れてしまう過去最大の危機となっています。この危機を皆さんと一緒に乗り切りたいのです。大変申し上げにくいのですが、 A さんよりも助かる見込みの高い若い B さんの入院を優先させてください。一人でも多くの命を救うための措置です。どうかご理解ください。こんなにつらい命の選別を医療従事者にさせたくないです。そのためにはどうすればいいのでしょう。皆さんその方法はご存知のはずです。皆さん一人一人が新型コロナにうつらない、うつさないことです。すなわち感染防止対策を徹底すること、そして多くの方々がワクチン接種を受けることです。感染防止対策についてはまずイメージが大切です。自分はなんとなく大丈夫なんじゃないかと思うのは禁物です。これだけの流行ですので、自分もウイルスをもらってしまうかもしれない、逆に身近な人に移してしまうかもしれないとイメージすることが大切です。その前提で、じゃあもらわない、
移らないためにはどうしたらいいか、身近な大切な人に移さないためにはどうしたらよいか考えましょう。ここでは手洗い、マスク、そして換気を強調したいと思います。今流行しているデルタ株はこれまでのウイルスよりも感染力が強いため、これまで以上の対策徹底が必要です。例えば布マスクやウレタンマスクは不織布マスクよりもうつらない、うつさない効果が低いとされています。布マスクやウレタンマスクをされている方は不織布マスクに変えると対策の強化になります。換気はどうでしょうか。デルタ株は野外でマスクしていても近距離で話し込んだだけで感染する例が多くなっています。換気の悪い屋内ではなおさらです。暑い中、閉め切った部屋で換気機能のないクーラーをつけて安心していませんか。窓を少し開けて扇風機で室外への空気の流れを作ってください。これで換気の強化になります。手洗い、マスクや換気はそれぞれの感染防止対策、感染防止効果は小さいかもしれません。しかしそれぞれを足していくとその効果は結構大きくなります。この足し算が重要です。一つ一つ積み重ねてください。積み重ねる感染防止対策も大切ですが、私たちは新型コロナに打ち勝つ切り札を手に入れました。ワクチンです。このワクチンがなければ今回の流行はどのくらいの規模になっていたのか、また今後どのくらいになるのか想像するだけでも恐ろしくなります。驚異的な速さで開発された今回のワクチンはその効果も驚異的で、発症を約 95% 予防することが確認されています。デルタ株に対しては少し落ちるものの 90% 近い効果があるとされています。インフルエンザワクチンの発症予防効果が 30% から高くても 60% と報告されているのと比較すると、新型コロナワクチンの効果が高いことをお分かりいただけると思います。この驚異的な速さと効果、そして新しい手法であることに不安を感じる方がいらっしゃるのはよく理解できます。しかし今日本で接種が進んでいる2つのワクチンは国内ですでに1億回以上、世界では数億回以上の接種実績があり、大きな副反応もなく安全性も高いことが確認されています。効果と安全性に関する情報はとても大切です。SNS やネット上の根拠不明な情報ではなく、信頼できる公的な機関の情報で評価・判断されることをお勧めします。ワクチン接種完了者が増えると新規感染者数は減少します。ワクチン接種が進んでいる高齢者の感染者がこの第5波では少ないことがそのことを実証しています。残念ながら働き世代の方へのワクチン接種はまだ進んでいません。多くの方がワクチン接種を完了するまでは、先ほどお話ししましたように自分もうつるかも、うつすかもとイメージしていただき、感染防止対策をしっかりお願いします。特にこのお盆については親族で集まることはお控え、ご家族だけでお過ごしください。そして切り札のワクチン接種について積極的に受けることをご検討ください。これからも新型コロナとの戦いに一緒に取り組み、この大きな波も一緒に乗り切りましょう。